れ下がれ下がれオロありがとうございます。よしきです、よしきです、知ってる、よしきアピールがすごい、うざい、めんどくさい、せーの、よしき帰れ。はい、ということでね、皆様オープニングから申し訳ございません。今のいいね、なんか番組っぽいね。さあということでですね、今週も始まりました、嘘でしょ、もう金曜日でございますね。早いな、困るな、本当に困ってんの。さあということでね、今週もこの3人でお送りいたしますよ。よろしくお願いします、はい、メインパーソナリティ、紹介いたしますね。じゃあ私から最近ですね、何もないところでよくつまずくようになりました。やべえなこれ。しかし転んでもただでは起きない、怪我しておきます、甲賀忍でございます。ありがとうございます。さあそして隣はどうぞ。はい、やっと関東も梅雨入りしましたね。なんか最近あのどれだけ寝ても全然眠くて寝足りないっていう現象が起きてます。末永ゆりえです。本日もよろしくお願いします。いやいいじゃないですか、いいじゃないですか。あのね、うん、まあここ3人とも役者なんですけど、役者のさ夢であるあるあるじゃない、あのさ、あるセリフを覚えてないのに舞台に立って焦る夢、あるあるある、みんな見てるじゃん、ある、本当にある。それさあるでしょ。で俺初めて昨日っていうか今日、本当に遅刻したのね。あのね、違うの、あ、まあ、遅刻じゃねえや。初めてセリフを覚えてないんだけど、うん、焦らない夢を見たの。超全然覚えてないのに、はいみたいな、楽屋入ってはいはい、で初めて台本見て、そこでおおはいはいはいって、でパッと見たら本田翼なの、共演者が。で、あ、ウィングは覚えてんの、私もです、おお頑張ろうね、全然焦らないっていう、セリフを覚えてない舞台の本番なのに全く焦らないっていう、初めて。それだいたい焦るじゃん、なんか心境の変化あったんじゃない、ね、なんだろうね。なんかちょっと夢分析後でしましょう、しましょう、しましょう。日井良樹です、よろしくお願いします。役者としてちょっとあれかな、何か人が見たのかな、なんだろうね。俺焦って、夢だって大体わかるじゃん、もういつものパターンだから、うんうんうん、あれ分かってても、いやめっちゃ怖いのよね、役者ね。本当わかる。あとあれもない、あの本番に遅刻する夢、あーやだ、ある。起きたら開演してんのも、ある俺最近ないけど、昔、千秋楽の次の日起きてやばーってなってた。それはない、それはない、嘘、起きて、あ、今日いい時間なんだっけみたいな、で寝相が超悪くて、足がビンビンにしびれてたの、で逆に折れ曲がってたの、なんかもうでも、もうすごいね、おかしいじゃん、そういうことよ。で折れ曲がってた、もう起きて、やべやべ急がなきゃって言ってんのに、もう家の中のに歩けないで、廊下の壁にガン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 ってぶつかったから、しびれて歩けない。ちょっとその絵面面白いね。やめて、焦ってるか、でも必死でも歩けてない。いや、ね、役者あるあるあるんだ、でもね、役者はね日々ね、うなされてるんですよ。そんな役者を皆さんどうか応援していただきたいと思います。メガネ取るわ、この辺が雑だわ、メガネかけて。お前ね、俺ちょっと突っ込むの忘れてたんだけど、メガネはめてたんだね。いや今更かよ。しかもハット変えたんだね。そうよそうよ、どう、でも相変わらずノースリーブなんだね。、うん、はい、ということでね、この3人でお送りしますけども、よろしく、この曲、もちろんコロナ対策はですね、もうどの曲よりも緊張感持ってね、やってると言っても過言かな。いや、過言じゃないと思います。で我々もね、もちろんコロナ対策はもうやっておりましてですね、私なんかもあれですよ、最近はですね、歩いてる人の真後ろについて歩きますからね。いやこれあれですよ、F1 とかでいう、真後ろ走行、スリップストリームって言うんですけどね、要するに抵抗、風の抵抗を前の人が受けてるから、後ろの人は全く抵抗を受けないで、で、ヒュッと追い抜くと、すごい速さで追い抜けるっていうね、これ F1 の走行の仕方なんですけどもね。今コロナの話だから。いや、だからコロナ菌を全部前の人が受けてもらって、俺は一切受けずに、ちょっと程よきところでスッと言ってね。ちょっと身代わりのね、あれですか。そうなんです。昔実家の時にさ、バス降りて家帰るのに、前、バス連なって降りるじゃない。そう、比較的連なって降りるでしょ。そうだね。で、前の人とかなりの距離まで、方向が一緒だったの、だけど、降りてからほぼその距離で歩いてたから、途中で向こうが俺のことやばいと思ったらしくてダッシュして逃げてる。
怖い。いや別に普通でもやばいと思うよ。どこにいてもあなたやばい。どこにいても、うん、スーパーにいても。ゆりえちゃんは、ゆりえちゃんどんな対策してんの最近？これまた違うあれよ。あれよ、ボールもしてるし、あと何言ってたっけ、ポジティブもやってるし、マインド免疫力を高めるね。さらにやってるから、さらにやってる。もうね、最近はサラダしか食べない。関係ねー、関係なくない？それはさ、痩せるためじゃない。あの、明日でなんとかそこから解放される。明日まではね、ただのダイエットじゃねえか、撮影のための。しかもコロナ関係ねえじゃねえか。大好きなお酒も抜いてるんで、本当に勘弁してほしいぐらい。もうでも頑張ってるんでね、はい、達成感。だからコロナ関係ねえじゃねえか。話ずり変わったね。はい、ね、ということでね、そしてこの放送局はですね、隣にこれも窓があってですね、これね、不思議なんですけどね、もちろん開閉式でございますけども、締め切ってはいるんですが、多少やっぱり本番中外の声ね、あの車の音が聞こえるんじゃないかなと思ってたんですけど、全然これ防音かっていうぐらいね、全く外の音聞こえないのね、これね。そんなことねえよ。だって救急車の音聞こえるよ。聞こえますか皆さん？聞こえてるよ。おかしいな。聞こえてるよね。じゃあ僕はまだお迎えが来てないってことですね。きっとね。二人はなんかこうやって聞こえるんでしょうね。お迎えって、あの救急車お迎えじゃないですからね。そうなのね。よくない。そしてさらに秘密兵器ございますよね。ちゃんとレールフレッシュ。そろそろ本当に見てる人が買いたくなるようなプレゼントしてよ、プレゼント。あのね、これすげえのよ。あの12畳まで聞くのよ。毎回一緒じゃねえか。もう飽きてきたよ、あんたのプレゼン。もっとなんかちょうだいよ。リビング、うん、お家のリビングこれ1台で済むよって話。リビングないとかどうすんの、 1K とか。でもこれでお前に、うち 1K だけど、でもこれでお前にや。そういう人でもこれ大丈夫よ。このお部屋にもありますしね。うんうん、うん、そうそう、この部屋にも、ここの中にすらあるっていう。毎回言ってますけどね。すげえな。視聴者の方、ぜひ、うん、視聴者の方も分かってますよね、どこにあるかね。場所今度移動してみようかね。皆さんここだと思ってますもんね、毎回ね。そう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 、今度なんかカメラの上につけてやろうかな、ね。そこじゃねえ、見えねえじゃねえかよ、そしたら。うるせえな、うちらな。うちらうるせえわ。はい、ということで、そしてこの、曲ではですね、うん、こういうのを募集してますよね、ゆりえちゃん。はい、イエーイ。番組応援の会会員募集中でございます。募集してるんだよ。はい、生放送の見学に抽選で参加できたり、また応援する番組 MC とのイベント、生放送中のテレビ電話に抽選で参加できたりなど、たくさんのあのあれがありますので。何があるんだ、何がある、ちゃんと言ってそこ、うん、そこはもうお任せ、想像にお任せ、はい、いやいやいや、そうですね、何も伝わんないからね。でこちらのアズパンアットマークアズーリーな、ね、こちらがお願いします。ちょっとさ、嘘だろうよ。始まって以来一回まともにメールアドレス紹介してないんだけど大丈夫ですか？メールアドレスがね、こう読みがちょっとわかんない。ちょっといや、はい、AZ とか、まあまあいいです。まあまあそういうこと。ここにアズーリーですね。ここ、うんうん、アズーリリンクって書いたんじゃないの？アズーリインクですね。違うな、アズーリリンクじゃん。リンクじゃなくてインクですね。インクだね。アズーリリンクドットコムです。俺らも知ってねえじゃん。ドットコムですね。お待ちしております。はい、会費は1万円で1年有効となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしたら現在1日いくらよ、1日いくら、年間1万ってことは1日いくら。ちょっと僕文系なんでよくわかんないです。オッケー、次行こう。うん、いつもね、応援の会、渡辺さんありがとうございます。これね、渡辺さんね、うん、あの渡辺健さんって言ってましたけども、うん、渡辺武史さんだそうです。バカ野郎だな、おい。だけど、あのもうケンケンでいいですと言われたので。あ、なるほど、ね、あのケンケン、ケンケンさん、ありがとうございます、応援の会。皆さんもケンケンに続け、ね、お待ちしております。はい、ありがとうございます。そしてこの番組、うん、提供は及川さん、はい、ありがとうございます。そしておおおおおなんと、待ってもう一社きました。うわうわ、はい、これはですね、局長と私しか知りませんで、今2人初めて聞いた感じでございますね。マジで、そうなんですね。もう一人ですね、私がすごく、よくしてくださっているですね、うん、市川にございます梨園、千葉の市川市の梨園の、うん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 、遠山園さんがですね、なんと今回スポンサーになっていただきました。マジ、俺梨超好きだよ。梨超好きだよ。私も大好き。皆さん、梨といえば市川の、遠山園、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとここでですね、ありがとうございます。はい、遠山園さんのご紹介をさせていただきます。これからだよ、梨。はい。千葉県市川市、大町産市川梨はですね、うん、ふっくらとしてツヤもあり、うん、香りと果汁が口の中いっぱいに広がります。よだれ出てきた。緻密な果肉で爽やかな食感、食後のデザートにもおすすめでございます。採れたての旬の果物を
ぜひ満喫してくださいね。すごい。皆様に安全で美味しい梨をお届けするために、うん、環境に配慮した、うん、有機低農薬栽培にこだわり、丹精込めた梨作りをしておられます。自然豊かな蛍舞里、千葉県市川市大町より、産地直生の新鮮な市川梨をぜひご賞味いただきたいと思います。ね、来週からはですね、ぜひ画像付きでお届けしますのでね、今回ちょっとね、二人をびっくりさせるために画像間に合いませんでしたけども。そうだったんですね。はい、ということでございます。ちょっとすげえ楽しみ。楽しみ楽しみ。ちょっと二人で頑張ってきて、頑張ってよ、ちょっと。そうですか。そしてですね、最初にスポンサーになっていただきました、及川さん。及川さんの、名もなきキャンプ場をですね、今日もご紹介したいと思います。はい、そこでですね、皆様、この及川さんがやっておりますですね、名もなきキャンプ場、皆様からキャンプ場のネーミングを募集したいと思います。ね、ぜひですね、あのテンション上がるような面白いですね、まあ面白いというかインパクトのあるお名前をですね、ぜひぜひよろしくお願いします。この番組宛てで結構でございますし、私幸運が忍ぶ個人的にツイッターに送っていただいても結構でございますんでね、はい、はい、それではですね、及川さんの名もなきこのキャンプ場の写真、今日もご紹介しましょう、はい、こちらでございます。はい、前にもご紹介しましたね、このキャンプ場、なんとですね、あのテントはちょっと私苦手なんですけどもっていうですね、あの育ちのいいお嬢様用にですね、なんと、古民家もついておりますので、こちらに泊まることもできます。いいですね。そしてですね、うん、なんとこの古民家、うん、夜になるとですね、こうなります。どうぞ。ほら、ちょっと写真が立てなかったごめんなさいね。これ何、これどういうこと、どういうこと。つまりですね、うん、ライトアップわかります。しかもこれライトアップ、ただのライトアップじゃないんですよね。プロジェクションマッピングみたいな。そう、プロジェクションマッピングなんですよ。すごいでしょ。だけどもですね、私がうっすらと入手した情報によりますと、これどうやら毎回やっているというよりはですね、この時キャンプ場、まあ及川さんの仲間たちでやったそうなんですが、おそらくその時に DJ と VJ が来て、クラブみたいなノリで VJ って、DJ っていうのはあのほら、分かる、ディスクジョッキーね。VJ っていうのは、こういうプロジェクションマッピングとか、ビジュアルを駆使した DJ を VJ っていうの。もう来て多分、プロジェクションマッピングでやったというね。そうなんだ。そう、だからこれ、毎回やるわけじゃないんだけど、ね、でもね、毎回やるわけじゃないね。じゃあ紹介するのが楽しいけど。ついてるわけじゃない。こういう遊び方もできるよってことね。だけどちょっと、及川さん頼めばですよ。ちょっと今度泊まりに行くときに、夜こういうことやってほしいって言えば、もしかしたらやってくれるかもしれないんで、そうなんです。これ本当は動画であったんですけど、そっか、動画で見せた方が伝わりやすかったかな。嘘だろ、今気づくのかい。すいませんね。楽しみは次回撮っておきましょう。そうそう。そして次の写真どうぞ。さあ次の写真は、これかな。あ、広ボインボインってこの大きくなりましたね。ありがとうございます。これでございますね。はい、この、キャンプ場にはですね、もちろんこういうバーベキュー会場、みんなでね共有できるバーベキュー場がありまして、こちらですね、なんと夜になるとこうなります。じゃじゃん、ファイヤー。当たり前だよねこれね、夜になったらそれ火つけるわな。まあそうだろう、ね。まあでも楽しそうじゃないですかね、皆さん。キャンプファイヤー。最近俺やってねえな。俺もやってねえな。やりこうぜ。いやー、もうお前燃やしてやるよ。バカ野郎。すぐ燃えたような髪してるぜ、最近。梅雨だから。本当だな。ということでございましてですね、皆様ぜひ名もなき及川さんの、こちらキャンプ場に名前をねお願いいたします。あ、そうだ。それからですね、皆様。この番組ではですね、毎回本番中にスイートメッセージを募集しておりますよ。テーマがございましてですね、はい、揺れましたね。揺れてたね、ありがとうございます。あ、皆さん大丈夫ですか、地震ですか。地震ですか、大丈夫ですか。違うな。美穂ちゃんが、スタッフの美穂ちゃんがカメラ位置を直したんですね。はい、今週のテーマはこちらでございます。じゃじゃん、はい、嘘でしょ、梅雨のジメジメを乗り切る秘策。あお、すごいじゃんみんな。なんで急に言い始めたのこれ。いやいや、今耳必死だったよ俺。そう、ということでね、梅雨でございますから、このジメジメの梅雨を乗り切る秘策をですね、皆様ぜひお伺いしたいと思うんですけども、ちなみにみちいちゃんはさ、どういう乗り切り方してるの。驚くことに、早いよ。なんて書いてあんの、ヤンゴンシティ。どうした、はい、攻めてきましたか。これちょっとすみません、今、はい、ちょっと真面目な話になってます。ないやつ、後にします。ミャンマー。うん、ああ、今やべえからな。大変なことになってますね。ミャンマーの首都ヤンゴン。うんうんうん、僕知り合いがいまして。マジか。僕向こうで撮影してましたんで、そこの
ヤンゴンでそのキャバクラをやっているですね。これじゃん、もう。そうです。これじゃん。はい。そこの T シャツなんですけどもね、あの僕もちょっとあのミャンマー。なんとかね早く平和になるようにちょっと私のさりげない、メッセージでございます。サッカー選手今亡命の申請してますもんね。そうなんですよね、なんとかなってほしいよね。なってほしいです。梅雨どこ行ったんだよ。いやいやいや、驚くことに、この40年間、手をこまねいている。ジメジメに何の手もなくて、みんなはどうしてるかを知りたい。今日を機に頑張ります。道井祐介です。よろしくお願いします。ないってことですね。俺が振ってもらいそうですね。はい、皆様そのツイッターですね、はい、こちらでございますよ。はいはい、ツイッターにぜひぜひコメントください。メッセージはですね、アズパン FM、 AZPAN FM、 こちらまでですね、梅雨の乗り切り方を教えてください。まあ、テーマに沿わなくてもですね、ぶっちゃけ、まあ、我々に対するツッコミでもいいんですね、大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。映画の質問とかでもいいし、何でもいいで、そうですね、とにかくもう皆さんのコメントをお待ちしておりますよ。あと来るものも来なくなる。ちょっとちょっとちょっとイヤモニ外さなきゃいけなくなっちゃうから本当に嫌いなんだね。はい、ということでですね、はい、それではここで最初の嫌いなの拾うんじゃないよ。さあ、それでは皆様、はい、最初のコーナー行きたいと思うんですが、はい、今回、なんと最初のコーナー変わりました。あや、ね、もう皆様もそろそろ超ローカルニュース飽きてきたと思いますんでね。我々も飽きましたんで、ちょっと新しいコーナーさ、どうなることでしょうね。いや、変えていかないですね。ちょっとやってみましょう、はい、最初のコーナーこちらです。新コーナー、嘘でしょ、こんなになっちゃったの、やんばかんっていう感じでございます、ね、どうの大丈夫本当ちょっとすいません、今稽古中でですね、常に大声出してますんで、カラッカラのカスカスになってますけども、気をつけて頑張ります。はい、このコーナーですね、どういうコーナーかと言いますと、はい、ビフォーアフターを紹介するコーナーでございますね、はい、最初はこうだったものが、あ、こんなになっちゃったのみたいな感じでですね、この2枚の写真、変わり果てた映像をですね、ぜひ皆様に堪能していただきたいと思います。はいはい、さあ、それでは最初に紹介するのはみちーちゃんからの映像かな。はいはいはい、まずこちら、はい、ビフォーはこちらでございますよと。おー、一体何なんですかこれは。あのね、これコストコのパンなんです。あ、餅じゃないのね、これ。餅じゃない、パンよ。コストコのパンってなんか聞いたことあります？コストコあるけど、でも別にパンも売ってるでしょうね、それ。コストコは知ってる、知ってる、コストコに行くと多くの人が買うのがこのパンなんだけど、だいたい拳ぐらいの大きさあるのこれね、これがだいたいね、30個から40個入ってるでっかい袋があるの。これがね、500円しないの。499円。あのね、458円。ボケたつもりだな。なんかちょっと恥ずかしい感じが。すごくない？30から40個入ってるパンのドサッとした袋が、ワンコインでお釣りが来るってすごくない？すごい。すごいだね。すげえ買ってるのみんなで、これをこのまま食べても美味しいんだけど、ちょっと温めるとすげえ美味しくなるんで、ちょっと温めたつもりがこちらです。どうなるの？焦げちゃった。やりすぎた。焦げたので、奇跡的に焦げた結果お皿と同じなのよ。本当だ、すごくない？これもう、どっちがパン、どっちがお皿って感じよ。乗っかってんのがパンだろうけど、みちちゃんこれすごい同化してるでしょ。同化がすごい。いや、これもう出すんだったらもっとさ、丸全部もう白い部分がないぐらい全部丸焦げの方が面白いのに、何これ中途半端だった。違う、じゃあ本当に食おうと思ったらこうなったのよ。いや、まあ模様がね、あの、同化してるってことね。そうそう、皿と一緒だったっていう。お前がどうかしてるよ。言って、ビフォーがパン、アフターがお皿っていうことでございます。どういうことだそれ。ちょっとこのコーナー先行きが不安になってまいりましたけども。やばいやばい、次行こう次行こう。ちょっとゆりえちゃんで番号してもらいましょう。ゆりえちゃんでいこう。じゃあゆりえちゃんの写真どうでしょうか。はい、ビフォーはこちらです。うん。これ美味しいやつよ。あなたが大好きな酒でございますか、はい、ウイスキー。ウイスキーのシーバスリーガルの水ナラーです。そのシーバスリーガルって日本のために作ってるんだよね、うん、そうそうそう、水ならは日本のために作ったやつで、そう日本向けの、うん、でこれは、うん、私が今年3月自分の誕生日だったんですね、うん、でお誕生日に、うん、まあ
確かあの緊急事態宣言で本当に外に出れなかった時だったんで、うんまあ、去年もそうだったんですけど、うん、であのお誕生日おめでとうみたいなみんなメッセージくれるじゃないですか、うん、でなんか会ってプレゼント渡したいんだけどみたいな感じでみんな言ってくれてたんだけど、うんまあ、外に今ね出れないしって思ってたら、うん、あの無料通話アプリあるじゃないですか、あるじゃないですか、うん、あれに、うん、あれからなんかプレゼントをね、あるある送れるシステムがなんかあるらしくて、うん、LINE でしょ、そうですけどそう、まあ、そうアイスとか、はい、唐揚げくんとかビールとかいろんなのプレゼントいけるよね、LINE がくれるの、あのね、まあ後で説明するわ私もね LINE ってあの全然やったの本当最近とかであんま分かんないんですけど、なんか急に遠隔からの優しさもらってすごいって思って、でもこれがあるんだ、こんなのくれるんだ、いやだから多分酒屋さんがなんか発想元みたいになってて、なんかあの私が、私がウイスキー好きっていうのをあの知ってて、あのよかったらみたいな、でそんなの初めてだったから送ってもらうとか、うん、え嬉しいって思って本当に感動したの、うん、でじゃあこれをね、そしたらどうなっちゃったの、うん、これをあの、そのくれたことね、うん、あの会える時になったらこれを持って行って飲もうぜってやるのが粋だなって思って、いや大事にしとこうって、ウイスキーなんて腐るもんじゃないですからって思って、次の日にアフターがこちらです。どんだけ飲んだ、めちゃめちゃ飲んどるやんかいこれ、次の日っつったぞ、あんたなんか飲みすぎだろよ、取っとくんなかったやんかい、取っとくんじゃなかったんかい、本当にびっくりしたもん、こっちがだわ翌日に飲みやすくて美味しかったの、ウイスキーを一晩でこれやばくない、やばいんですよ、で美味しくて嬉しくて、だから今日ちょっと緑色の服だったのか、いやそれ関係ねえだろ、なんで酒飲んだら緑色になっちゃうんですか、病気ねえか、いやこれが緑色のラベルなのよあそうなの、そうそうそう、これ緑なの、白に青文字じゃないのこれあ、うん、まあまあそんな感じ、え、ね、大丈夫なのまあでもね、ほんと美味しくて、でもね、ちゃんとこれだけは残すって決めて今ちゃんと残ってはいるんですけど、もっと早くそれに気づけよ、何なんか気がついたらこうなってたみたいなさ、妖精が飲んだのかと思ってたら自分が飲んでんじゃん、びっくりした、誰か飲んだって思った、無遊病なのもっと早めに取っとこうって気づいてますか、ちょっとでもいいね、いいプレゼントだ、ちょっと待って待って、何君たちパンを焦がしました、あ酒飲みました、全然何もうこのコーナー全然違う、分かってない、何よ、あーもうダメだ、じゃあ行きましょう、じゃあ最後俺の写真こういうことです、俺どうぞこの写真、シノビーどうぞ、はいこれ私がおりますね、あ何かをこれ発見したようでございますよ、これ私一体何を発見したんでしょうか、どうぞ、あハシビロコウ、しかも同じ格好、しかもこれ逆向いてる、ハシビロコウは何をこれ発見したのこれ、いやいやあれ俺が発見したハシビロコウ、ハシビロコウ次何を発見したのこれ、これね、どっちがビフォーでどっちがアフターこっちビフォーかもしんないよ、あちょっとしたらじゃあこの先にあるのはこれ写真何も打ち合わせしてないけど、これもう一回俺の写真出してみてなるほどね、ほらアフターこっちよ、ずっとこれこっちよ、ほら俺が見たハシビロコウ、ハシビロコウが見た俺みたいな、ずっと多分ね同じ、ほらあ、あららららら、あらららら、おいたみに、あ、なんだ、あ、いたあるだ、あ、見た見た見た、ほらこうやってね、何でかいんだよね、こう見るとちっちゃいけど、もう1メートル以上ある鳥だから、そうそう、めちゃめちゃでかいのよ、で、なんか僕ね、ハシビロコウ似てるというか言われるんですよね、そりゃそう、どの辺が？だからどういうことだろうね、あのね、この人ね、この鳥今横向いてるけど、あでもなんとなくわかるでしょ、これ真正面向くとね、すっげえ目つき悪いの、ああそうみたいね、こっち超柄悪いのよ、そうそうそう、うん、それがほらあのちょっと横から見ても俺もね柄悪いのやかましい、なんでだよこの写真もどういうさ、これも謎なのよ、そうそうそう、これどういうコンセプトで、これあの一応もう宣材写真で撮ったんですけどね、ビルの端っこでしょフロアの、そうなんですよね、まあということでございましてですね、はいはい、まあ、このコーナーは多分今週で打ち切りだと思いますけれども、もしも皆さんは続けてほしいという、はい、ね、まあ、もう一回やりました、毎回どっかで、どっかでも、ツイッターでメッセージください。はいはい、ということで、最初のコーナー、嘘でしょ、はい、こんなになっちゃったのでございました。はい、それでは私のコーナー参りましょう、どうぞ。甲賀忍の甲賀忍の甲賀忍の嘘でしょ、ポテンシャルが半端ない。
はい、ということでございましてですね、ありがとうございます。このコーナーはですね、私の秘められたポテンシャルの数々を皆様に披露しようというコーナーでございます。さあ、今までですね、私個人的にですね、いろんなことをやってまいりましたけども、実はですね、またうちの母親からメールが来ましてですね、どうやらアーカイブをとしこです、よく覚えてくれてるね、ありがとうね、はい、母としこからメール来ましてですね、なんかアーカイブ見たらしいんですよ、うん、どうやら僕がドラえもんの替え歌をしたアーカイブ見たらしくてですね、それでクオリティはひどいねって言われて二度とやるなっていうダメ出しが来ましてですね、はい、ちょっと頭きたんで、なんか逆の感じでですね、リベンジしてやろうと思って、逆の替え歌は違います今回、うん、ドラえもんなんですけど、ドラえもんの今回は俺なんと脚本作りましたんで、で完全しのぶバーサスとしこになってるじゃないですか。ああ、としこ見とけよ。で今からとしこ、俺コントやるから、ドラえもんでコントやるから、しかもなんとこの人と一緒にやるから。これもね、初めて聞いたんですよ、りえちゃんね、今ね、この顔びっくりでしょ、はい、初めてちょっとみちぃちゃんとコラボでやってやりますからね、はい、なみちぃちゃんな、お俺もさっき聞いたからびっくりした、うん、そうなんだよ、打ち合わせほぼゼロでございましてですね、さっき聞いたからびっくりした、まあ、だけど俺とみちぃちゃんならできるんじゃないかなってことでですね、ちょっとやってみたいと思います、さあ、それでは皆様どうぞご覧ください、コントドラえもん。どうしたの？ジャイアンがね、イライラするから殴らせろって、まるで更年期みたいなこと言い出してるんだよ。なんとかしてくれよ。何か逃げる道具出してくれよ。よーし。てるるるるってる。どこかのドア。誰んちのドアだよ。そんなのくぐったところへどこにも行けないでしょ。っていうか、絶対その人困ってるよね。すぐ返してきて、すぐ返してきてよ。もう、うんうんうん、違うでしょ。仕方ないな。トゥルルルトゥル。どこまでもドア。出口がないぞ。これはどこまでも行ける。どこまでも逆に行けないのよ。出口がないから、もう。ダメだよ、そんなんじゃないの、もう出口がないって僕の人生と一緒で、こら違うよ、空を飛ぶ道具を出してほしいんだよ。もうわがままだな。トゥルルルトゥルー、タケコプター。長い長い長いタケコプター。ブーオンブーオン、首がもげるぞ。これは首が飛んでくぞ、やめてくれ。あー、ドラえもん、どこ行くんだ、ドラえもん。くそー、最悪だよ、あいつ何しに来たんだよ、マジで。猫のくせによ。ただいま。いたのかよ、飛んでったんじゃないのかよ。びっくりしたよ、もうやだ。もっと頼れる相棒が欲しいんだよ。てれれれってれれ。水谷豊ってことは僕が反町隆史です。なわけあるかい。どうもありがとうございました。はい、ということでございましてですね、いかがでしたでしょうか、ハトシコ。それでも時間がですね、だいぶ押してますので、このコーナーはこれで、打ち切りたいと思います。あ、打ち切ってたまるかばかり。以上、私の嘘でしょう、ポテンシャルが半端ないのコーナーでございました。さあ、そして、みちぃちゃんのコーナー参りましょう。どうぞ。じゃ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 ん。じゃん。みちぃ屋敷の寿司と相撲で乗り切る気。クソ長い画像どうしたお前。たまたまだけど、こんだけ押してるからちょうどよかった。ちょうどよかった。めっちゃ押してるよね。いや、たまたまだろ。別に押さなかったらお前なんで一人だけこんなの。お前タイトル動画どうした。アナログにしてみたのよ。どうよ、たまにはこ、まさかこんなタイトル来ると思わないでしょ。違いがね、違いがすごい、すごいでしょ。しかもカレンダーにひでえよ。いや褒めてよ、結構力作よ、いや、もうちょっと時間ないんだけど、ちょっとだよ、ほら、ララ、あのささっきさ、我々役者って言ったけどさ、本当違うもん。いや、そういうことじゃなくてよ。オーディションよく受けるじゃない。うん、オーディションでさ、すげえ短い時あるじゃない。ワンフレーズしかやらせてくれない時ない。それ多分もう見込みなかったんだろうね。
いやでも、まあ、なんかクイックなオーディションもありますね。クイックな、うん、横文字使うね。いやこの時どうだ、最初にでも1分間の自己紹介やってくださいじゃなかった、この時のオーディション。ど覚えてる？覚えてる。なんか1分間でどうぞ自己紹介やってくださいだけで300人400人1回やってるはずなのよ。そうだね。そんなで、まあ、200人だけどね。え？200人。あ、200人だった？本当に？本当？確か200人って聞いたよ。私300人って聞いたよね。多分持ってんだよそれ。わかんないけど、まあね。わかんない。そうそう、いやで、いやでもオーディションとかって一瞬だなと思って、僕普段ちょっとその養成所に通ってるような子たちをたまに演技の、うん、勉強の先生やったりしてるんだけど、そこで、さっきのクオリティで声優の養成所とかも1年とか2年通って、うん、最終的にプレゼンの時間が1分しかなかったりするのよ。いや1分で今後の事務所とかも全部決まるのも、うん、いやすげえプレッシャーだろうなとかっていろいろ思ってた。でその時にふとパッと思い出したのが、うん、小錦の言葉。何キョトンとしてんの、チューするぞこの野郎。いや、じゃあもう全力で思い出す。思い出すっていうか、あー小錦ね。あー、いやで、小錦って、ちなみにスタッフのなおちゃんはね、小錦のこと笹錦って言ってましたからね。びっくりでしょ。小錦こちらです。小錦こちらなんですけど、僕が次回撮ったやつ、小錦、今タレントさんとかやって、小西ちゃんとかいて出てるかと思うんですけど、うん、昔巡業って言った、巡業って分かります？いわゆるテレビでやってるお相撲の本公演の他に、うん、いろいろ地方に回って、うん、ツアーだよね、だから、まあ、そうやってるんですよ、ね、うん、それが海外、ヨーロッパに行った時があって、うん、でヨーロッパでそのお相撲をやってる時に、向こうの記者とかで、ほら英語喋れるから、うん、やっぱ小錦とか武蔵丸とか明けぼのあたりがスポークスマンにどうしてもなるんだけども、うん、その時に一瞬でこう決まるねみたいな話題でインタビューされて、相撲って一瞬でこうやって決まるんだねみたいな時に、小錦がそうなんだよ、だけどこの瞬間のために僕らは何年も何年も毎日練習してんだよって言って、かっけーと思って、でこわーと思って当時で、そのオーディションで短いなって話をしてた時に、でもこのために我々日々鍛錬するんだなと思って、素敵エピソードじゃない？いや素敵、すごい素敵、小錦すげえかっけえと思って。もう一枚あるんですよ、うん、これ見取り図にすげえアップでしょ、うん、柄悪いな見取り図さん、ちょっとこれ真っ正面から、これ見取り図って今錦堂親方って、まあ、もう親方になっていろいろ怖いな、奥さんが大変でっていう話題いろいろなってますけど、まあまあこんなじゃっていうことで、小錦の素敵エピソードでした。ちょっといい話だった、うん、でもいい話だった。この人はいるの？似た泉は、どうして今出したの？今小錦さんでいい話で終わろうとしたのに、何の話にも触れない。どうして今似た泉さん出したの？似た泉ってな、塩すげえ持ってバサーって投げるので有名です、うん、以上寿司と相撲で乗り切る気でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ巻いて巻いて、続いては入江ちゃんのコーナーでございます、はい、はい、こちらです。がゆりえの嘘でしょ、好きすぎてどうしよう。イエーイ、なんか、はい、絵本読んでほしいね、うん、ゆりえちゃん、ね、なんか今度絵本読んでくれよ。あ、読みたいです。すごい濡れそう、いい声してるわよね、エロいよね、なんかね、素敵だと思う。え、声よく言われる、素敵ねって。声はでも、声もだろ。いや今僕なんて言った、ね、声はつった、バカだねもう。ほんまたうちのおかんから怒られるぞ。とし子さん申し訳ない、ゆりえに優しくしろって。はい、はい、前回がマリリン・モンローで、その先週、その前がレコードだったと思うんですけど、うん、今回はちょっと変わって、うん、紙ジャケの CD の魅力。紙ジャケってどういう種類の鮭なの？プラスチックケースがね、鮭、鮭の種類。そういう鮭じゃない、銀鮭じゃないです。はい。ちっちゃいのでそういうことつった。そう、ちょっと今じゃあ早速見せちゃうんですけど。あ、なるほど、紙のジャケット。そうそうそう、紙のジャケット、本当薄くって、ね、薄く、あ、こんな感じです。薄さもこんな感じで、普通はなんかパカってプラスチックのね、2つの
あれなんですけど、この中に、あ、そうそう、まさにレコードのちっちゃい版みたいな、うん、でこれは、クリーデンスクリアウォーターリバイバルのっていう、もうすごい60年代70年代の、まあ、アーティストで、まあ、4年間ぐらいしかちょっと活動してなくて、かなりレアなバンドというか、めちゃくちゃかっこいいんで、今日はねちょっとその音を流していただきながらお話しようかと思いますよ。俺びっくりしたのがさ、リレーちゃんのドアップカメラさ、うん、前まで俺過労して入れた画角だったのにさ今完全に俺が入れない、うん、もうね、角度に調整されてるよね。美穂ちゃん、これもう美穂ちゃん、これやりやがったな本当にスタッフ、そう、今かかってるのが、うん、I put a spell on you っていうやつなんですけど、これもすごいたくさんの方がカバー今されてて、あ、今っていうかいろいろカバーさして、うん、されてるすごい名曲で、で この方たちもカバーしてるんですけど、でもね、なかっこいいでしょ顔で弾くみたいな感じ。いやちょっとそうです、この曲聴いててこれ見るとガッカリするけどね、ちょっとね、うん、でなんか2曲目とかもめっちゃかっこよくて、うん、どうかっこよくない、かっこよくない、始まりするのね本当にね、だからそのやっぱり見るとダメなっちゃうんだよね。そう、なんか切り替えやがったな、切り替えやがったよ、うん、そう、もう本当にね、これもディスクユニオンで私一目惚れして買ったんだよ、確か買ったんですよ、そうそう、買ったんですよ、初めて、そう、初めて買ったレコードはディスクユニオンだ。あ、本当、うん、ね、わかるわかる、だって俺初めて買ったレコードはなんかあれだね、雑誌のさ、テレビくんっていう、うんうん、少年が見る雑誌があって、うんうんうん、あれに入ってた薄っぺらい赤いレコード、ビニールのやつでしょ、そうそう、だからなんか最近ってね、やっぱりその CD ですらもうね、今売れないじゃない、もうでサブスクも、もちろん便利ですごくいいんですけど、でサブスクも私ほんと最近やっと取り入れ始めて、であれもね、なんか自分の好きなアーティストを入れたりすると帰ってくる、まあそうなるわね、まあそうなる、やめてやめて、美穂ちゃんの努力が、うん、そう、あれサブスクもね、なんかすごく便利でね、知ってます、なんかアーティスト入れると関連アーティストで、あなたこれ好きでしょみたいな感じで、そうそう、勝手に出てくるから、ちげえよって突っ込んでみなよ決めつけんなよっつってね、まあ、発見する楽しみもね、発見する楽しみもあるんですけどそうそう、だからそれも、まあ、同じように併用して、で3曲目とかもスージー Q っていうすごい聞いたことある、割と有名、結構有名だと、名前だけ聞いたことある、うん、多分聞いたことあると思う、ね、ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画があってね、うんうん、それ出てくるなんかキャラクターがみんなこういう外国人のアーティストの名前なの、うんうん、でスージー Q っていうキャラの人いた、おお、ほんとにね、そうそうそう、でスージー Q っていうそう彼女の歌詞なんですけど、これもすごくカバーされてる方多くて、これも確かカバーなんですけど、そうそうっていうね、いろんな楽しみがあって、でしかもその紙ジャケの良さって手触りもそうだし、うんうん、ライナーノーツってわかります、その歌詞カードの前に解説とかで書いてある、あれとかもね、この紙ジャケだとちょっとプラのやつよりも折りたたんであったりとか、ちょっと味があるんですよ、そう、貫通させた紙が入ってるってこと、そうそうそう、入ってる入ってる、で、こう折りたたんでこう何枚にもってこう入れるみたいな、なんかね、いいのよ、カセットテープもそう、あ、そう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 、カセットテープの歌詞カードって長かったりしたじゃない、うんうんうん、あれ失敗するとビリって破けるのよね、そうそうそう、ちょっとね端の方がね、そうそうそう、破れてきちゃったりする、破かなかったけどねっていうね、うん、そうそう、で棚差しってすみません、本屋さんで働いてたんで棚差しとか言っちゃうんですけどCD とかもね、自分のそのコレクションに入れてたりすると、まあ場所も取らないですし、物理的に、うんうんうん、だからね、本当おすすめです、これを機に、はい、CD だったら3枚分ぐらい、ね、3枚分ぐらいですがね、1枚でいけるみたいなね、うん、っていう感じなので、紙ジャケも魅力的です。以上、末永ゆりえの嘘でしょ好きすぎてどうしようのコーナーでした。このコーナーすごい、ゆりえちゃんがタイミングずっとタイムスケジュール元に戻してくれました、ほぼ戻してくれた、ありがとうね、優秀ですね、はい、さあ、それではですね、こちらのコーナーでございます。ちょ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 、
はい、それではですね、皆様から、こちらテーマに沿ったツイッターメッセージご紹介したいと思います。さあ、今日は何百通来てますか？259通来ております。すごく、どっから出てきたのその数字は。ありがとうございます。でも皆さん送ってくださ い、ね、ありがとうございます。ご紹介お願いします。はい、じゃあ最初にいただいた順からいきますね。はい、ケンケンさんからいただきました。応援の会入ってくださってるケンケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。ケンケンです。早速ですが、梅雨を乗り切る秘策はありませんが、ないのかよ。おい、びっくりしたわ。自分はエアコンと、寝る前に食べるアイスです。いいですね。いやアイスね。いいですね。ご報告があります。何？昨日田端で電車を止めるなを鑑賞した後、大学生2人と銚子電鉄について語り合いました。何さ、たまたまいた人ってこと？たまたまいた大学生ってこと？やっとでもあれだ。うん、大学生とかも来てくれるようになったんだね。嬉しい。でその大学生2人は社会学部の生徒さんで、銚子電鉄のドキュメンタリー映像制作のために電車を止めるなを鑑賞したようです。何それ、何それ。ありがたいことですね。銚子電鉄のドキュメンタリー映像を制作されるんですって。社会学部の学生でなんかゼミとかでそういうのをやるってことなのかね。初めて聞いたね。素敵な学校だ ね。ぜひ教えてほしいです。呼んでくれるよね。本当本当、教えていただきたいですね。詳しい。ケンケンさんが多分いろいろ持ってんだろうな、情報な、彼らの。ケンケンすごいんだよね。いろんなところからもうどっから情報を得てるのかも。顔広いのよ。さ、次は？はい、ガー君さんからいただきました。ありがとうございます。ガガ。高賀さん、末永さん、道井さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。嘘でしょ。もう金曜日始まってから約1ヶ月、レギュラー番組になってもおかしくない状況ですね。レギュラーだよ。レギュラーでやってんだよ、ガー君。さてさて、夏本番になりかけている昨今、体調崩していませんか？自分はここのところ体調悪い状況が続いています。無理しないよう気をつけます。今電車の中で聞いております。ガー君、ありがとうございます。ガー君どうしたんでしょうね。ちょっとちゃうんですけど、いや本当もうちょっと悪かったらすぐ休む、ね、本当に大事ですよ。大体寝れば治るからね、人はね。自然治癒能力ってのは、まあ、とにかくね、無理しない。そうそう、もう無理が、うん、はい。でヨッシーさんからいただきました。俺が送ったってこと？ありがとうございます。マジで自作自演。はい、こんにちは。こんにちは。今放送中の番組への投稿です。甲賀さん、ゆりえさん、みちいさん、はじめまして。映画見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日のテーマの梅雨のジメジメを乗り切る秘策ですが、うん、自分が乗り切る秘策というよりは、今日の放送を聞いて案外いいかもって思った秘策があります。ジメジメしてる時こそお外に出たり、窓を全開したりして、風に当たりながらお酒をゆっくり飲んで、少しでもジメジメ感を感じないように過ごす。普通っぽいけど、こうやって乗り切るのがやっぱりいいのかなって思いました。ゆりえさんほどは飲めないけど。ベロンベロンよ。ありがとうございます。あんなにウイスキー飲んだらベロンベロン。でもさ、はい、縁側でさ、冷たいビール飲みたいよね、うんうん、いいねー、最高ねー。あのキャンプ場とか行ったらビール川で冷やしてきたいよねー。やりたい、やりたい。川ぬるかったらどうしようね。どうしよう。それ大変だ。そうだね。ありがとうございます。いや、ヨシさんね、あんたじゃなかったんだ。じゃなかったわ。じゃなかったですね。でもなんか新しいファンついてよかったね。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。全部紹介した感じ？はい、そうです。もう、お言葉に甘えて、次回はみんなでビール飲みながらやりましょう。なんでだよ。全然そういうこと関係ない。あ、そういう、そういうことよ。そういうことよ。いやいや、まだまだ我々は図が高い。そんなね。うん、ね、まだもっと売れたらやりましょう。やりましょう。はい、ありがとうございます。以上、ツイッターのコーナーでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな大好き。それでは映画紹介のコーナーでございます。よいしょ。はい、我々といえばこの後ろにおりますですね、おりますというか、あのさ、貼ってあります、はい、電車を止めるな、この映画で知り合った3人でございましてですね、さあこの映画のですね、登場キャラクターをですね、毎回こちらの紹介しております。今日はですね、こちらでございます。はい、あ、いいね。広瀬ジュズというですね、大変ふざけた名前のキャラクターが出てきます ね。これ謎の霊媒師というあの肩書きなんでございますけれどもね、うん、池上めぐみちゃんというですね、うん、方がやってます。これですね、実はこのキャラクター、原作本ですね、私あのうっすらと見ましたところですね、なんと原作ではこの占い師、霊媒師、これで占い師ではあるんですけども、うん、
年が63歳だそうです。なんでこれこの子なんでやってんだろうなと思って。63がこれどう見てもだってね、行ったとしても45ぐらいですよ。うんうん、いや違う、ぼーっとしてたよ。いや違う。初化粧だけど、これ実年齢もっと若いんだよ。もちろん。ショートですごい可愛い子でね。そうです。さあ、あのキャスティングの方もさ、もういいかと思ったのかな、この資料見て、60いくつの原作見て、いいかっつったのかね。キャラが面白かったから、なんか、もうそっちを先行したんだろうな。そうで、これがね、あの謎の霊媒師ということでございましてですね、あの実はこれ、僕も、この人とはちょっと絡んでるシーンがあって、その電車の中でですね、あの心霊電車という、まあ、あの企画をする、まあ、シーンがあるんですけども、そこで、本当にこの出た時のために、ちょっと対応霊媒をできる人が必要だということですね、私が演じる銚子電鉄社長の倉本がこの白瀬純をスカウトしに行くシーンがあってですね、僕は唯一そこでちょっと絡んでるんですけども、そうなんです。でもここの2人はなんと、あのもうほぼほぼね、あの電車の中でのね、まあ、シーンがすごく話題が長いので、あの二人の方がすごい絡んでるよね。すごい絡んでる。常に。もう電車の中のメンツ大体この1、2、3、4、5人大体一緒なんだけども、ほぼほぼもうこの人たちしか絡んでないから、電車の中でずっと一緒だった。そうだね。ね、で、あのその映画の中では身の毛よだつというですね、あの身の毛もよだつ顔してますけれども、怪談師、怖い話をする怪談師という、要するにあの心霊電車でですね、私があのいろんな人をまあお客さんで招待するわけですよ。で、あのいろんな人誘った割には6人ぐらい、5人ぐらいしか来ないっていうなんかオチなんですけど、その中の一人が犬の毛を脱つ、そして、心霊アイドルのメムタンっていう、子がいまして、で、あとはあのさっきのね、ジュズちゃん、まあ、あとまあ何人か私がこの電車、心霊電車に招待するわけですけども、じゃあの心霊アイドルのメムタンから見た、この霊媒師広瀬ジュズというのはどういうキャラクターなんですか？そうですね、メムタン視点で言うと、けったいなおばさんって感じですね。まあ見たままですね。なんかあのでなんかその劇中でも結構私と絡んで話すシーンがあるんですよ。でもなんかあのなんていうのかな、振り回されて、で血入って、言っていいんだっけ、そっちに入ったり、あとなんかちょっと冗談っていうか、あの質問クイズだっけ、クイズ謎々ね、謎々やってきたりとか、いきなりね、なんかいろいろする割には結局その霊媒師っていうのが、おやおやっていう、正体果たしてみたいなことを言われて、ふざけんなよみたいなことをそのメムタンは言うんで、なんかこうイライラする決対のおばさんみたいな、ひたすらイライラする決対のおばさんということですね。でもなんか結局あのいろんなことが電車内、電車内で起こって、最後はちょっと仲良くなってるみたいな、なんかまあそんな感じですね。なんか、個人的にはどうなの、あの役じゃなくてさ、個人的にはどういう子、めぐみちゃんっていうのは、めぐみ、池上さんの話池上さん、めちゃくちゃ素敵な人ですよ。あ、そう、あのなんだろう、誰とでも仲良くなれる人。話合う？話、うん、合うっていうか、なんで、どこに持ってきたいの？どこに持ってきたいんですか、話を。なんかいいの？自信持って演じてください。自信持って演じてください。はい。顔が赤くなっちゃって、かわいい。やめてよ。みちいちゃんは、じゃあ、身の毛を出すというキャラから見た広瀬ジュズというあのキャラは、どういう関係なの？どういう関係？でもね、あの、当然そんなみんな寄せ集めで乗ってきてるので、お互いにね、距離あるところからスタートするんです、当然。だけどその心霊現象でいろいろあって、でさっき言ったように最終的にみんな仲良くなるっていう、この5人の関係性がね、やっていくうちに変わっていくのも見どころの一つというね。楽しいと思う。なるほどね。みちいさんが喋ってる時にエンディング流れたから、なんか締めのいい言葉喋ってるみたいに、ちょっと怖いことちょっと腹立つよね。で実際のめぐみちゃんうるせえよ、あの半年に1回でいい。じゃあお前10年に1回でいいわ。
ということでございましてですね、ぜひ皆様映画電車を止めるな、この劇場でですね、この池上めぐみちゃん果たしてどういう役なのか、ご覧いただきたいと思います。ぜひぜひ。さあということでですね、エンディングはこちらでございます。今流れているのがですね、映画電車を止めるなエンディング曲でございましてですね、松本拓也さんが歌うさよならありがとうという曲でございます。非常にユーザーでございますんでね、こちらも CD とか販売してますんで、ぜひ松本拓也、もしくは調子ですもんね、電車を止めるな、エンディングテーマとかで検索したら出てくると思いますんでね。はい、告知はございますか？はい、ゆゆちゃん。はい、映像出るかな、映像というか画像出ますかね。来週の、6月25日の金曜日、あ、こちらね、はい、6月25日の金曜日の、8時から、銚子電鉄ソムリエというね、銚電9歳という資格講座が始まりましたので、その講師を務めさせていただきますので、撮影の裏話などいろいろお話できたらいいなって思いますので、ぜひぜひ皆様、はい、お願いします。これね、週替わり、週替わりで、うちらもやってますんで、そうもうちょうどね終わりましたね。私第1回6月12日に終わりまして、うん、僕が7月14かな、で6月の25、来週です。で、私はもう1回7月の24にやりますんでね、はい、よろしくお願いします。あ、もう時間でございますね、はい、はい、そしてこれ私ですね、7月の、3と4にですね、配信で朗読劇やります。GTO 漫画 GTO のですね、原作者藤沢徹さんがのデビュー作でございます、アデ娘純情ボーイというですね、作品がございまして、これでなんと私高校生のバリバリヤンキーやりますんでね、よろしくお願いします。朗読劇なんだ。朗読劇ですけども、ほぼほぼなんか結構ね、もう表情とか動きとかもやってますんでね、もう半分も劇みたいなもんでございますね。アデ姿って言うんですね、これね、アデ姿純情ボーイでございますね、はい、はい、ということでございまして、はい、なんかこの不気味な声が聞こえておりますけど、これですね、エンディング曲これですね、2分を過ぎるとですね、歌が終わってですね、銚子電鉄の社員たちの声が入ってくるんですね。だから2分で終わんなきゃいけなかったのに今日過ぎちゃってごめんなさい、不気味な声が入っちゃってごめんなさい、ゆうもちゃん大変なこと、はい、ということでですね、以上持ちまして、嘘でしょ、もう金曜日終わりでございます。最後にみちいちゃん、はい、縛らない締め方で締めてください。おー、どすこいどすこい、しまらんなバイバイ、さよなら、また来週皆様、またどすこいどすこいっつって。